以上が本日のご予定となります。巫女様、連日の式典続きでさすがにお疲れではありませんか？ええ、少し。間もなく植樹祭を行う大峡谷へ出発いたしますが、まだ少しだけ時間がございます。今のうちに休まれてはいかがでしょう。ええ、そうですね。いろいろとありがとうございます。あなたも休んでください。一旦下がってもらって結構ですよ。かしこまりました。もし準備がよろしいようでしたら、後ほど私に声をおかけください。わかりました。よろしくお願いします。
しないと。オルガちゃんとソラちゃんは見当たらないけど、また会えるよね。僭越ながら本日は我々が植樹祭の見届け役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。調子狂うな。恐れながら巫女様の恩義はすでに大いなる始まりの大樹に捧げられたもの。そのようにあけすけな物言いは慎み、もっと堂々となさいますよう。本日は王族や臣民たちの目もございます。あ、はい。巫女様には古の習わしにのっとり、ここから大峡谷の祠を目指していただきます。道中大きな危険はないと思いますが、もしお疲れの場合は一度お戻りください。私どもがここに待機しております。わかりました。ありがとう。祠へ到着されましたら植樹の儀を執り行っていただきます。とにかくまずは祠を目指して奥へとお進みください。それでは巫女様、植樹祭開始の宣言を。ええ。我が名はダーナ。大いなる始まりの大樹を報じる巫女として天命を授かりし者なり。エタニアの常しえなる繁栄を祈念して、今まさにこの地の試練に臨まん。
事よ、先達の巫女たちよ、我に力を貸し与えたまえ。今ここに植樹祭の開始を宣言する。巫女様、お疲れ様でした。どうぞこのまま奥へお進みください。いよいよ試練の始まりです。ありがとう、行ってきます。
いよいよですね。ダーナさんにはエタニアの未来の光景が見えるとのことですが。でしょうか。ええ、滞りなく、とても美しい海の景色を見ることができました。まあ素敵ですね。穏やかなる海は平和と繁栄の象徴。巫女様の代もエタニアは安泰でございますね。ええ。前方にアドル発見！それ全速前進！わっとっと！この私必殺のタックルをかわすなんて。この辺にしておけよ。やば、ドギだ。アドル、待ったね。Thank you.
またどうぞ。
鍛えるの任せなさい。さあできたわ。それじゃあね。
見ていけよ。愛して進んでねえじゃねえか。あの高い山を目指すのか。ただでさえ丘は苦手なんだがな。今さら何を言っているのです。シャキッとしなさい。ジョーちゃん、たくましくなったな。
確かに迫力のある光景ですね。それにしてもこの木、まさか。高さにはビビっちまったが、拍子抜けなほどあっさり渡れたな。ま、大きく迂回しないで済んだし、よかったんじゃねえか。それは確かにそうですが。どうした？ええ、この大木のことですが、この木は大昔に絶滅して、今はどこにも生えていないはずなのです。古代種と同じってことか。上です。なんだありゃ。そんなあれは翼竜型の大型古代種、あんなものまで。この先に一体何があるってんだ。あなたって方はやはり誰かに似ている気がします。とにかく慎重に参りましょう。よいしょ。お、なんかあるぞ。はっ、おや、何かあるぞ。はっ、よいしょ。これは古代種です。比較的小型のようですが、まさか普通に生息しているなんて。ともかく歯が立つ気がしねえぜ。やり過ごした方がいいんじゃねえか。Thank you.
ひょっとしてヒーロカネの？ええ、大峡谷の近くに古い地層が隆起した場所がありまして、そこで採れるヒーロカネは純度が高く、とても質がいいそうです。それを用いて作られた武器は粒子を圧倒できるほどの技物になるとか。そんなすごいもの余計にもらえないよ。いいえ、ダーナさん、受け取っていただかないと困ります。何せ特に小柄なダーナさんに合わせて打ってもらった特注品です。今さら返されても誰も使えませんし、私も困ってしまいます。ひどいな冗談です。本当は私の代わりにダーナさんのそばに置いてほしいのです。ダーナさんとのお別れが寂しいのは私も同じですから。あの思い切りの良さや途方もなく強い意志はどこから溢れてくるのやら。こうしているとその話し方や行動は私が知る問題児のままなのに。話し方は直せってオルガちゃんに言われてるけど、そもそも無理してる気がしちゃってなかなか難しいかな。これから先何があったとしても、あなたはあなたらしくいてください。変わらないでいるというのはなかなか難しいかもしれませんが、それでもダーナさんにはずっとらしくいてほしいのです。サライちゃん？Bye.
それじゃまたね。失敗ですね。ドキドキしますね。
Thank you.
かせろ。よし、やるか。それ。これは見事だな。よし、やるか。何が釣れるかな。まあこんなものか。それ。来た。いい感じだな。いい感じだな。いい感じだな。これは見事だな。
くださいね。どんなよ。それじゃあね。何を強化するんだい。